皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は中学2年生の歴史、フランス革命についてお話します。フランス革命、ちょっとね流れが長いんですけれどね、聞いてください。このフランス革命が起きた当時、フランスは3つの身分ね、これで構成されていました。第一身分、これ聖職者ね、宗教に関わる人たち、これは全体の人口の 0.5% で、第二身分、これは貴族の人たち、この人たちは人口の 1.5% ぐらい。この2つの身分の人たちは税金を払わなくていいという特権階級の身分でした。特権の身分でだったんですね。そしてこの2つの身分に含まれない人たち、この人たちは第三身分、市民の人たちとか、お百姓さんね、こういう人たちですね。これは第三身分でした。これが全人口の 98% で、この人たちがですね、これ重い税金を払わされていた、こういうことです。で、フランス革命が起きるとき、これ国王は国の財政を立て直すために、この特権階級の人たち、ね、特権身分の人たちに新しい税金をかけようとしました。しかし、ね、今までね、税金払ってなかったのに、税金払えよって言われたら、これ反対しますよね。当然、大反発をしたんですね。この時なぜフランスがお金がなかったか。というと、フランスってアメリカの独立戦争でアメリカ側を支援したでしょ。この時にお金を使ったんですよ。そのお金、ものすごい量でした。ね、アメリカの独立戦争で国の収入の5倍ね、こんなにお金を使ったんですね。当時のお金にすると20億リーブルというお金で、このリーブルというお金は、この1795年までフランスで使われていたお金の単位なんですね。ね、国の収入の5倍使っちゃったら当然お金足りなくなりますよね。だからお金どうにかしなきゃいけないんです。そこで、これ1614年以降開かれていなかったこの三部会というこの3つの身分の代表者たちによる議会、これを開いて決めようと国王は決めました。で、1789年、この3つの身分の代表者を集めて三部会が開かれたわけです。で、議員数の割合、これ第一身分が308人と、第二身分が290人、第三身分が594人ね、こういう割合だったんですね。で、特権身分の課税は、第一第二身分の人たちはほとんどが反対ね、反対じゃなかった人もいたんですけど、ほとんどは反対って、第三身分の人たちは全員が賛成、こういう結果だったんですね。で、ここでもし全員で多数決で決めたら、第二身分の人たち負けちゃいますね。多数決で負けちゃった。そこで、ね、賛成多数になるのを防ぐために、これ特権身分の人たち身分別で採決しようって言うんです。第一身分は第一身分で決めて、第二身分は第二身分、第三身分は第三身分で決めようとね。で、それによって多数決しようと、これ3つに分かれるわけです。当然、第1、第2は反対反対、第3が賛成だから2対1で負けちゃいますよね。そのおかしな話ですよね。で、こんなことで、混乱したんですね。この混乱が1ヶ月以上も続いて、第3身分を中心とした人たち、第1、第2身分の人たちも、多少加わって、これ自分たちこそ国民の代表だということで、国民議会というのを成立させました。で、国王のルイ16世、この人はこれを一時承認します。で、この、国民議会、1789年7月9日に憲法制定議会と名前を変えて、国王に憲法を作ることを求めました。憲法を作ってくださいと求めたんですね。で、この議会は憲法ができるまでは解散しないという、こういう誓いを立てます。
でもでも、で国王、保守的な貴族たちに動かされて、この国民議会もね、軍隊を使って弾圧をし始めるんですね。で、これに反発した市民たち、パリの市民たちが7月14日に武器を求めてバスチーユ牢獄、ここを襲ってフランス革命が始まりました。この7月14日、ね、バスチーユ牢獄を襲った7月14日、現在、ね、フランスの建国記念日になっています。そして、このフランスの絶対主義の象徴と言われるバスチーユ牢獄、当時は、ね、政治犯という人は誰も入っていなかった。中にいたのはなんと7人しかいなかったんですね。下っ端の役人が2名、残りの5人というのは精神病の患者と軽犯罪を犯した人たち、合わせて7人しかいなかった。そこを市民がうわーっと押し寄せて襲ったんですね。で、この革命、パリからフランス全土に広がっていって、農民たちは自分たちの漁師の館を火をつけて焼き払ったりして、ね、反乱はどん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 広がってきました。そして1789年の8月26日、国民議会は人権宣言、これを採択しました。で、発表しました。この人権宣言というのは、人間は生まれながらにして自由で平等な権利を持っている。で、こういう内容で第一身分、第二身分の人たちのことを否定したんですね。みんな平等だと。ね、自由だ。みんなそういう権利を持っているんだ、こういう内容を書いたものでした。これに対してヨーロッパ諸国の国王たち、この革命が自分の国まで、ね、来ると困るということで、フランスに軍隊を送りました。しかし、ね、この軍隊、フランスの民衆が、戦ってフランスが勝利しました。そして最終的に1793年フランス国王ルイ16世が処刑されて、フランス革命が終わるということになります。今回はフランス革命についてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。